自己紹介お願いします。はい、こんにちは、鳥井と申します。普段は自分の YouTube チャンネルで海外就職だったり海外生活についての動画を上げています。ドイツはもう今年で5年目ぐらいになるんですけれども、もう英語に頼っていてドイツ語は本当にできないので、今回はマキシーさんにドイツ語を教えてもらおうと思ってコラボさせていただきました。お願いします。気になる方はぜひ概要欄にクリックして、またチャンネルの方向、チャンネルのチャット欄見てきて、鳥さんをぜひフォローしてみてください。で、今日はドイツ語 の発音の講座なんですけど、ウムラウトを勉強しようと思います。イエーイで、まずウムラウト一回あー、これが普通ドイツ語 の ABC なんですけど、あーあーで、ウムラウトの場合はちょっと伸びるんですよね。それでこの写真みたいにこっちがね割と開ける感じですね。だからそう、で伸ばすんです。そうそう、伸ばす伸ばす。だから普通だったらあーあーあー、そうそうそう。で、ウムラウトの A の場合だったら、こっちをこうもうちょっと開ける感じですね。で、次はおお、これが普通。で、ウムラウトだったら、そう、に近い感じですか。そう、うまくできてれば、こっちがねちょっと音がすることと、こっちがなんかこんな感じになっちゃう。そう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 、震えてます喉が。で、次はううううう、でウムラウトだったらいや難しい難しい、これが一番できないです。もう一回、じゃあそう、伸ばす伸ばす。だからなんか私からしたら、違いがあんまりわからないんですけど、普通のうとウムラウトのう、ああ伸ばす伸ばす、伸ばす、ああなるほど。だからこっちだったら普通はあー、あー、ウムラウトはなんか A の場合はね、こっちをもうちょっと開けるから分かりやすいかな。確かに。で、おーおーうなんかここがちょっと音になって、なんか O はここを使わない。ウムラウトだけはここ音が出る。おーうーあーおーうーあーそう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 、なるほど。でこっちはううううあ、めっちゃできてるじゃん。こっち。え、本当ですか？いいと思います。基本、だから、ウムラウトの方が、もうちょっと伸ばす感じですね。で、ちょっと例文を見ていきます。まず、普通の O。Das Loch。Das Loch。で、複数形だったら、die Löcher。die Löcher。das Wort。das Wort。die Wörter。die
Die Wörter. Der Hof. Der Hof. Die Höfe. Die Höfe. そうそう、なんかちょっと伸ばす。Die Höfe。質問なんですけど、Der、このシングルの時って、H は発音しないんですか？Der Hof、ほう、あの、ちょっとだけするんだけど、あの、は、うん、じゃなくて、ほう、ほうふ。ほう、ほう、ちょっと。ほうふ。おお、なるほど。あとなんか発音のルールとして、例えばその、ヴェーター、ヴェーティア、だからスペルは ER なんだけど、発音が R になっちゃう。ヴェーター、ヴェーター。あ、うん。Der Hof。Der Hof。Die Höfe。Die Höfe。Der Koch。Der Koch。Die Küche。Die Küche. Der Lohn. Der Lohn. Die Löhne. Die Löhne. ここはちょっとわかりやすいよね。なんか結構伸びるよね、複数の方が。Der Lohn. Die Löhne. Die Löhne. Der Ofen. Der Ofen. Der Ofen.Die Öfen. Die Öfen. Der Sohn. Der Sohn. Die Söhne. Die Söhne. Die Tochter. Die Tochter. Die Töchter. Die Töchter. Okay. 次はちょっと U を見ていきましょう。Der Kuss. Der Kuss. Die Küsse. Die Küsse. Die Wurst. Die Wurst. Die Würste. Die Würste. Der Bruder. Der Bruder. Die Brüder. Die Brüder. 難しい。Der Fluss. Der Fluss. Die Flüsse. Die Flüsse. Der Zug. Der Zug. Die Züge. Die Züge. ここちょっとね、発音として難しいのは、Zug は最後 G じゃん。G。でも発音がね、一個だったら K になっちゃう。Der Zug。Der Zug. でも普通、複数形の場合は普通にゲーとして発音する。Die Züge。Die Züge。なんかここグーとしてこう聞こえるんだけど、ここはね、あの、クックって発音する。Der Zug。Der Zug。Die Züge。Die Züge。だから、ドイツ語の発音は時々そういう例外。あるだからその書き言葉と発音が違ったりする場合があります。でこっちもそうで、Der Flug、Der Flug、Die Flüge、Die Flüge、Der Fluss、あ違う、Der Fuß、Der Fuß、Die Füße、Die Füße、Die Mutter、Die Mutter。Die Mütter. Die Mütter. この Mütter はのあんまり伸ばさないんですか? Die Mutter. あんまり、そうだね。Mutter? Mütter. 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 お母さん、お母様たち。Die Mutter. Die Mütter. だからちょっとだけこう、ムーってなっちゃうね。Mütter. Mütter.Mütter. Mütter. なるほど。Mütter. で、その O の、 あの発音とあのその複数形なんだけど、Das Loch?
Loch? Loch? Die Löcher. Die Löcher. Das Wort. Das Wort. Die Wörter. Die Wörter. Der Koch. Der Koch. Die Küche. Die Küche. Die Tochter. Die Tochter. Die Töchter. Die Töchter. なんかここの方がちょっとなんかの短い、うん、トフタ、うん、コフなんか O がちょっとちっちゃいんだけど、なんかその後半の方は長い O のタイプで、うんうんうん、で、ホーフ、あのここの O にこう共通してなな伸びる、で、ホーフ、ディーフーフ、で、ロール、で、ロール、ディーローヌ、Die Löhne. Der Ofen. Der Ofen. Die Öfen. Die Öfen. Der Sohn. Der Sohn. Die Söhne. Die Söhne. なんかこっちの O のタイプは、まあさっき聞いた通りちょっと伸びる感じですね。ウーも同じくあのちっちゃいタイプのウと長いタイプのウがあって、まずちっちゃいタイプのウは Der Kuss、 Der Kuss、 Die Küsse、 Die Küsse、 Die Wurst、 Die Wurst、 Die Würste、 Die Würste、 Der Fluss、 Der Fluss、 Die Flüsse、 Die Flüsse、 Die Mutter、 Die Mutter、Die Mütter. Die Mütter.、うん、で、その長いタイプの方が Der Bruder. Der Bruder. Die Brüder. Die Brüder. なんかその U のところがちょっと伸びる。うん、Die Brüder. Die Brüder. Der Zug. Der Zug. Die Züge.Die Züge. Der Flug. Der Flug. Die Flüge. Die Flüge. Der Fluss. Fuß. Ah, der Fuß. Der Fuß. Der Fuß. Die Füße. Die Füße. Hm. なるほど。伸ばしが大事ですね。伸ばしが大事ですね。まあ、そんな感じです。はい、最後に質問をいいですか？はい、私ずっと言えないウムラウトの言葉があって、あのケルン、あいいね、ドイツ語のケルンがどうしても言えないんですよ、昔から。ちょっと待って、じゃあこれをちょっと やっていきましょう。嬉しい、ありがとうございます。知らない人を説明しますと、車、ドイツのあの都会なんですよ、大都会。うん、2回ぐらい行ったことあるんですけど。あ、いじめられる？いじめられますね。いじめまでいかないんだけど、聞き取れないから悔しい。そうなんです。そうなんですよ。これはやっていきましょう。ケルン、あのお菓子を投げるお祭りがあるじゃないですか。あるある、あれできました。あーすごい、クルの祭り、そう、okay、何でしたっけ、なんかコスプレするやつ。カーニバルの祭りはね、多分2月にあると思うんだけど、あのそうです、クルの町の文化としてみんながこうコスプレして、で、あの町の中にあの子供たちだけじゃなくて大人に向けて、女性だったらこうバラをもらったり、ボールを下げたり、そう、お菓子をいっぱいもらって、で自分がこうコスプレしてピカチュウとかのコスプレすると、さらにいっぱいチョコがもらえるみたいな。そうそうそう、そうです、そうです、楽しかったです。それの行った覚えがありますね。じゃあ、クルの発音してみましょう。クルン、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 Köln. できてるじゃん。え、できてますか？いや、できてると思う。
だから、ね、難しいのはそのカタカナで覚えるとどうしても発音がね違う感じになるんだよね。ケルンになっちゃうんじゃないですか。だからそのカタカナのスペルもあれだけど、そのドイツ語のスペル、クーン。で、これがさっき習ったこの長いタイプの O なんで、ちょっと伸ばして、クーン。まあ、長くもないか。クーン。クーン。なるほど。クーン。カタカナでやっちゃってました。だから難しかったのかも。だから初心者でもできるだけカタカナのある教材を卒業して、カタカナのない教材で多数ネイティブの CD が入ってる、そのネイティブの発音を聞いてさらに良くなりますが、まあ、どうしても初心者だったらカタカナいいかもしれないんだけど、だんだんこう少しずつその発そうです音ね。を覚えてやるしかないと思います。なるほど。ありがとうございます。じゃあ最後にもしよかったら鳥さん、どんな YouTube のチャンネルを応援されてるんですか？基本的には海外就職についての動画とか、あとは海外生活、自分がどういう生活を送っているかとか。あとマキシーさんのチャンネルでもコラボさせていただいたとき、一番最初のコラボで多分海外就職についての動画を多分コラボで上げたと思うんですけれども、そうですね、基本は海外就職についてが多いかなって思います。だからもしドイツに住みたい、海外で働きたいと思ったら、ぜひトリさんのチャンネルを見てきてください。で、今、まあ、授業やってきて、マクシーさんオンラインで授業を教えてる、私気になると思ったら、ぜひ概要欄にクリックして、私の無料のドイツ語のメールマガに登録お願いします。メールマガに登録すると、オンラインの、イベントのお知らせ、またはオンラインの、ドイツ語で学ぶ授業の案内が届きますので、よかったらドイツに興味あったら見てきてください。今日は最後まで動画を見てくれてありがとうございました。チュース。